まあ、気晴らしがてら、今使っているバックパック、相当、ボロが来て、ガタが来ているんだけれど、後継機が見つからず、さらに、ちょっと最近調べたら、リスコンまでされてしまったバックパックのレビューっぽいものを、気晴らしがてらやってみ ようかなと思います。まあ、これ普段使いで、まあ、使っているブラックダイヤモンドのクリークトランジットの32というバックパックです。まあ、タイプとしては、まあ、僕、そのあたり実際やったこと一切ありませんけれど、クライミング用のズドーンっていう、ただの円筒、その中に物をぶち込むっていう、シンプルな作りの、まあ、クライミング用の、バックパックがあって、まあ、その中に、ロープとかだったかな？ロープとか、カラビナとか、ハーネスとか、ああいうガチャガチャしたものを、まあ、別途パッキングしてまとめてポイって入れて、そして、まあ、実際登るのか、そこまで運ぶのかわからないし、それでまた用途か分かれそうですけれど、確かあったような。まあ、そういう種類のものを、タウン向けに、ちょっと落とし込んだみたいなタイプのバックパックになっています。はい。ということで、まあ、なんだろう、まあ、通常のバックパックだと、こういう、ズドーンっていうタイプではなくて、こちらの背面っていうのか、まあ、背中側の方にこうやってビーって、ポケットがいろいろあったり、サイドポケットがいろいろあったりという感じになりますが、まあ、メインコンパートメントは、このバコッというこいつ、その中にこの容量、ズドーンっていうものに近いものを目いっぱい叩き込むという、しかも投げ込むという、まあ、そういう、位置づけのもので、まあ、そこに、まあ、いろいろ機能を付加しているという感じです。なんか見づらいな。おいしょ。というわけで、まあ、32を選んだというのは、ただ単にたまたま、近所にある中古の、アウトドア用品店、そちらのページを見ていて、まあ、面白そうなものがあったので、つい、買いに行ったという感じだったんですけれど、まあ、今使っていて、とりあえず、まあ、物投げ込めるというのが、楽で、そして、まあ、僕みたいないい加減な性格だと、その周りについている、いろんな細かい収納も、まあ、使いやすくなってしまっていて、今、その筒型のシンプルのものにも、で、パッキングし直せとか運用できるように、再構築し直せって言われても無理なので、まあ、そのあたりを、まあ、順番にやっていってしまおうかなと。まあ、どうやったっていいので。まあ、というわけで、大まかなところからということで、まあ、メインコンパートメントから行ってしまいましょう。というか、そういう投げ込み系の円筒筒型の、ただ、放り込む型バックパックとして、まあ、このトップリッドがついているという時点で、しかもこんな形で、上にガパッて蓋をする形でついているっていうのは、まあ、そんなに今探し直した範囲ではなくて、まあ、こういうトップリッドがあるものは、例えば紐でピュッてやったり、あるいはロールトップしたりして、ここの開口部、上部開口部は、上の、こんなリッドなんて、登山用とか長期重装用のバックパックと違ってない方がむしろいいんですよね。というか、そういうものをポイポイ投げ込んで、キュッっていう感じで紐止めをしてまとめたものの上に、さらにロープとかがパッて入れて、さらにそれを固定するっていうことをやりたいからっていうケースが多いので、まあ、こういうものは普通の、クライミング系バックパックにはない。でも、このタウン用のものには、まあ、トップリッドがあるという感じになってます。まあ、トップリッドは後回しにして、まあ、メインコンパートメントですね。ろくに見えやしね。ということで、しかもこうやってやろうとすると、なんかすいません、スマホの状態あまり良くなくて、おいしょ、少し光強くできたから、まあこんな感じで、極めて雑なんですけれど、まあ大まかにバコッと物を入れられるようになっています。ただそれだけのことです。で、運用の時に、まあこういうタイプのバックパック、最近街中でも増えてきて、例えば
学生さんとか教科書とかいっぱいあるから、とにかく分厚くてガサバって重くなるものをまとめた形で投げ込んで、そして例えば雨とかに降られても、中身がズタボロにならないような感じっていうターポリン的なものを、使っている人、最近結構増えてきましたけれど、まあそういう感じでとりあえず投げ込めるようになっていると。で、この投げ込める空間に、例えば教科書とか充填していない、日頃の普段使いでっていう時に、このメインコンパートメントがでかくて、そこの空間使っていなかったら、ここへっこんでしまうじゃん。そして、フルに容量を使っていないから、使いづらいじゃんと言われると思うんですけれど、まあ僕の普段のいい加減な動き方からすると、まあそんなことはあまりないです。むしろメリットの方が大きくて、なぜなら普段歩くときに、この中は大体、結構全然フルに使っていないからです。で、この中、まあ後で言いますが、サイドの方にもスリットがあるんですが、そうでないメインのコンパートメントの使い方としては、この9リッターの、なんて言いましたっけ、まあポーチみたいなもの、グラナイトギアの、なんだったっけ、まあ9リッターのいろいろとりあえずぶち込めるポーチみたいなものを、パックインパックでこの中にまず投げ込んでいます。その中に、まああれこれの細かいものとか、例えばタバコとかいうものを投げ込んでしまって、ああそうだ、確かこの中にさらに、こういう防水ポーチを入れて、その中に、なんだったっけ、スマホとかのバッテリーとかを入れたりしています。まあ、このオーバナイザー用のパックインパックをとりあえず投げ込んで、あとは、これ、イエティのボトル、保冷ボトル、まあ、これにこう氷ぶち込んで、なんだったっけ、そしてポカリとかレモン果汁とか入れて、まあポカリ作っておいて、これで投げ込んでおく。そうすれば確実に中に入るということで、これの2つはマストで入れていて、まあ他のもの入れる必要が発生した場合、そちらにぶち込んでいくという感じの使い方を普段はしています。で、余った空間、日頃余ってこうやって使われない空間っていうのがあって、なぜ助かるかって言いますと、そしてなぜこれくらいまとまった空間があった方がいいかというと、例えば着替えとかを投げ込むときですね。ちょうどいいものがあればいいのですけれど、よいしょ。よし、まあこれでいいか。よいしょ。例えばこういう、ソフトシェルの、薄い、なんだったっけ、インサレート、フリースのインサレートが入ったようなジャケット、この中にそのまんまバコーンと投げ込んで、しまうことができます。はい、それでもって、映りませんね、本当に。黒だから予期はしていたけれど、具体的な様子はわからないと思いますけれど、ジャケット1個ぶち込んだくらいで全然余裕があって、もう少し詰め込めば、冬場だと、フリースとかも、ぶち込めるし、他にも、多少のものを入れて、やっとパンパンになる感じです。で、服だけ入れてパンパンになっても仕方がないので、例えばこういうものを投げ込んで、さらに、このような、おいしょっと、おいしょ、感じで、もう日頃入れておくパックインパックの、ポーチと、なんだったっけ、ボトルをぶち込んだ上で、その服とかそういうかさばるものを必要な時に、そこそこ結構な量投げ込むことができて、さらに、元はといえば、いろいろ余計なものはついているとはいえ、原型のコンセプトとしてはただのズドーンとしたもので、そんだけでギュッギュッギュッとある程度コンプレッションしていって、結構意外といっぱいものが入るというものというコンセプトで、あるものだから、そういう服とかならば、ちょっとギュギュって圧縮すれば意外と物が入る。しかし、限度はあって、冬用のインサレーションがそこそこバッチリ入った、種類のジャケットとかを入れると、さすがに無理っぽくはなります。一度やったことあるからできなくはないんですけれども、パンパンになってしまいます。あとは、
フルのジャケット、ゴアテックスの、まあ、お尻丈くらいの大きめのジャケットとか入れると、やっぱそこそこ食らうわけで、そこにフリースとか投げ込むと、まあ、厳しくはなるんですけれど、そういうものを含めて、ある程度、とっさに投げ込んだ上で、このオーガナイザーがまだ残っているっていう状態を、ただ投げ込むだけで作ることができて、そしてこの大きい荷室というのがあっさりと出てくる、そしてまとまった量としてあって、分割されていないという点で、まあ、僕は、普段こういうジャケットとかをまあ入れる機会もあるけれど、これだけでも動ける。なおかつメインコンパートメントということで、よいしょ、まあこれしかよいしょ入っていない場合は、本当に見づらいな、撮る側にとって。変な画面が出るんです、ごめんなさい。まあよいしょ、まあ今のバックインパックが相当このボトムの方に来てしまうんです。来てしまうんですね。これが逆に都市部を動くときにはメリットになってます。日頃ここを真面目にこうやってジッパーを完全に、おいしょ、締め切って真面目に動いたりしていないので、この辺りの上部開口部ある程度手突っ込みやすいように理由あるんですけれど、まあ、開けっぱで日頃歩くことが多いんですけれど、そんな状態だと、まあ、さすがに、まあ、スリとかがやってくる可能性が出てくるわけです。まあ、それでも安心してられるのは、そういうところに直ちに貴重品がない、あるいはこの黒い、バックパックによっては気を使って、この内側に色をつけて、まあ、中のものを見やすくするっていう工夫されているものがあったりするんですけれど、そんなもんない黒のさらに奥にあるさらにパックインバッグみたいなものを、この中に手突っ込んで頑張って探すかって、浅いところにあるのをペッて出せばいいっていうよりは、ちょっと不確定要素が強いし、深いところにあるし、アクションを大きくしなきゃいけないし、さすがに露骨になるということで、まあ、多少やりづらくなるということで、この配置が気に入っています。しかし、まあ、海外とかの本職になっちゃったら、バックパックごと切り裂きに来るわけで、まあ、それまで想定している、旅行用のバックパックが実際に売り出されているくらいだから、例えば、また見えねえ、よいしょ、よいしょ。まあ、こういう側面とかに、セレーションの、ついたフォルディングナイフでピッてやられたら、もう中身と書き出されて終わるんですけれど、まあ、そこまで今のところ、想定はしなくていいかなという感じで、とりあえずこの辺りにあるっていうようなことを想像できないし、まあ、こんなボロいものの中にあるものを手突っ込むやついないということで、まあ、今のところ僕にとってはこの雑な使い方も含めてメリットしかないという感じです。まあ、順番にいっちゃいましょうか。その次にこうやってバコッと開けた時によくある形として、まあ、背面、このメインコンパートメントの背面側にこういう、ものとか入れるスリットがあります。これは非常に便利に使わせてもらっていて、そのために、まあ、ここの開口部、いつも閉めずにちょっとバカバカにして、アホみたいに動いているっていう感じになっているんですけれど、なぜこれが便利でそこにいつも手を突っ込んでいるかというと、最初にこれが出せるからです。これ椅子とか、例えば、パイプ椅子に長い間座っているとお尻やられちゃうじゃないですかとかいう時に、とりあえずこいつをお尻に引いてペッて座ると、例えばこんな風にっていう、そうすると多少楽になる。長居していたら結局結果は同じになるけれど、まあそのまま座ってそのままの椅子でっていうよりは、まあ多少楽になるということで、これをまず投げ込んでいます。これはまあ、ないか、まあ原型としては、もう一つの、山行く時用のバックパックに、いつも、薄い折りたたみのペラペラのマットを、外側に出し、あの、取り付けておいて、それをいつでもペッて出して、まあ、歩いている最中でも、チャーシューバッグ買って決めた時も、それをペッて出してお尻に敷けばすぐ、なんだ。まあ、ハイキングマットみたいになって、その場で座って寝転がって休んだりすることもできたり、チャーシューバイト一服することもできるみたいなものの延長線としても最近使うようになってて、例えば始発がまだ出ないみたいな時間帯で、真面目に立ってんのがバカバカしいとか、ちょっと本読みてとか、ちょっと用足しながら私は休んでいるんだみたいな時に、まあ、その場の適当なところにこうやってこれを床にそのまま敷いてしまって、こうやって腰掛けて、まあ、この辺りは汚れるけれど、そんなことで困るような
なズボン履いていなければそれで問題ないわけで、よっしゃこれでちょっとスマホで時間潰して、よっしゃあと少しで、あ、シャッター開くな、そしたらこうやって回収してこいつを戻してレッツゴーっていうことができるという感じで、まずはこれを入れてます。こういうものが、まあ、あの外用のこういうものがあるっていうだけで、まあ、かなり便利なのと、まあ、まあ、それ以外でも楽なことがあるので、ここにこれを入れちゃってます。うん、だから、まあ、とっさにっていうことが多いっていうことです。そしてもう一つ目、本入れてます。まあ、ハードカバーでもソフトカバーでも、まあ、うん、その時々によって変わりますが、まあ、ここに今読む本を投げ込んであるという形なので、ここに手を突っ込むことができなきゃいけないと。そしてここにあるものはこのマットとこれだけなので、ここに手を突っ込めばそのどちらかにしか触らないし、本は必要な時に、まあ、その、うん、表裏というか、まあ、どちらかのサイドに必ずあるので、こうやってすぐ今読んでる本を取り出せるという感じになってます。別にこれはあのトップリッドのこっちでもいいじゃんとかいう説はあると思うんですけれど、日頃この開口部をガバッて開けちゃっていれば手突っ込めてそこで出せるのに、このジッパー開ける操作をわざわざするのみたいなことになっちゃうと、まあ面倒くさくなるので、僕はそんな感じでここのスリット使っちゃうようになっています。で、このメインコンパートメントの方、これはコンパートメントの内側というよりトップリッドの底面にあるものなんですけれど、こうやってまあバカって開けた時に出てくるこちらの方、こちらにはファーストエイドを入れてます。まあ、まあ、怪我してえらい目にあったりしたので、まあ、今のところ大したものの入れ方はしていませんけれど、とりあえずでかいバンドエイドとか消毒液とか、まあ、マスクとガーゼと、あと包帯ないとダメ、あとテープがないとダメ、そうしないとザクってきた時に、とりあえずガーゼ貼ってビーとかいうことが、消毒した後ビーとか、うん、いうこともできない。そして、まあ、あ、テープは入ってた。テープは入っていたけれど、まあ少し大きめの絆創膏、ケアリーブとか、しか入ってないな、包帯がないな、ガーゼがあるのに包帯がないとか、うん、その他ファーストエイドとしては引いていうことになっていますが、まあファーストエイド用の、ややちっちゃいポーチみたいなのも、ここの、トップリッドのこっちに投げ込んでいる感じです。あとは、虫よけ、これは、夏とか、山行った時に最強だったんで、これを全部のバックパックにぶち込んでいるので、ここに入っている感じです。あと、ここに、まあ、予備の、ライターが入っていて、それらがトップリッドの下、普段、そんな使わないものとして、ここにぶち込んであるという感じで、この、メインコンパートメントの中はおしまいという感じになります。おいしょ。うん、それなので、まあ、便利だということで、おいしょ。まあ、このメインコンパートメントの上にトップリッドがあるっていうのは、うーむ。そしてこのジッパーの感じというのも、うーむというわけで、ベストじゃないけど、もう慣れちゃったという感じで、あまり客観的な評価はできません。というわけで、まあ、生地とか、もう、あとは後回しで、とりあえずトップリッドからいっちゃいましょう。開きます。なんか見えないのに何やっとんの？まあ、こうやって開いてくれていて、おいしょっと。まあ、今、物が入っていますけれど、ペーっていう感じかな。まあ、こんな感じである程度細かく物が分かれています。で、まあ、とりあえず出先で、よし、こういう風に逆さに持っちゃって、こういう状態にした時に、こうやってバカって開けて中のものを取り出すという時に、これは便利で。まあ、でも取り出す時は、まあ、こうやって一度、まあ、前後の背負い方を変えて中身を探るっていうことになるので、ここにあるものは、まあ、取り出す場面があるものと、そしてまあ、その時に、その所定の場所というのがあらかじめ決まっているものになります。今ここに一つ欠けていますけれど、なのでまあ、出かける場面とかある程度決まっているものとして、まあ最初にマスクをとりあえずここに投げ込んでます。マスクが確実にここに手突っ込めばある、もう一つサングラスを入れています。ほとんどそれだ、それともう一つだけですね。そしてもう一つはない、今ここにないんですけれど、ワイヤレスイヤホンのカナル型ということは、その、充電用のボックスがあるわけで、それを、おいしょっと。ここの、ちっちゃいメッシュじゃないな、コンパートメント的な区画のところに入れ場所作って、ここにいつも入れるようにしています。それなので、まあ、こうやって出かけるかっていうふうに、まあ、まずこうやって、
置いてここで開けて、まあこのいつもあるイヤホンの場所を出して、ここから出してパカッパカッ、そしてこっちでパカッ、そしてこいつでパカッと閉めて、さあ出かけるかみたいなことをやるということで、まあそういう置き場所が決まってるものをとりあえず入れてる感じですね。まあもともとそんなに見た目ほどこれの容量が大きくない、ハイキング用のものみたいに、しかもトップリッドを重視した感じで設置してあるトップリッドほど実は容量大きくないし、厚さが薄っぺらなので、それ以上のものを例えば、バッテリー関連のさっきのちっちゃいポーチみたいなのをこの中に入れようとすると、このサングラスやマスクとかのもう出し入れの方に支障をきたしてしまう程度のサイズになってしまうので、まあ僕はこれくらいでここの用途は限って、その代わり入れる場所をきっちり決めている感じになっています。たまたまですけれど、ちなみにここにこんな、まあ物があって、キーホルダーとか一応固定できるようになってます。これでトップリッドおしまいですね。ちなみにトップリッドの上なんですけれど、平べったくて何もありません。これ正直ちょっと改造した方が良かったかなとちょっと思うことがあって、例えばS ビナみたいなものをカチャッと引っ掛けたり紐を通したりできるループが、例えばここのこのトップリートの天板みたいな面の四隅とかにあるだけで、他のアプリできることが全く変わるので、ここにちょっとループがあれば紐を通してとっさに何かができるとか、まあ他のものをちょっとくっつけておくことができるとか、あるいは別のものをさらにオプションで上にペッて置こうとするときに、この辺りでっていうことができたりとかいうことで、いろいろできたと思うので、いくらタウンユースとはいえ、ここにループは欲しかったなぁと思います。まあそんな感じでトップリッドが終了、そしてトップリッドの中も終了、こっちも終了ということで、もう大したことはないんですが、まあ、あとこのハンドル、クライミング系のバッグによくあるこういうあちこちにあるハンドル、しかもすっげー頑丈にできているこのハンドル、極めて便利です。まあこういうことで持つこともできるし、もともとこっちの方もクライミング系はすっごく頑丈に、しかも、もう何の心配もないようにできているし、それがここにもあるということで、まあこうやって持ち運ぶときに楽なところに楽なハンドルがあるという感じになってます。あとは、確かこっちが逆か。どうしようね。こっちですね。こっちにもハンドルがあって、こういう風にとりあえず持つことができるようになっていて、これは盗難防止上の観点からするとベストじゃないんだけれど、日頃のまあ取り回しには便利で、特にこっちがあるとむちゃくちゃ便利なので、まあこれはもうないと困るみたいな感じになってます。あとはこっちの方に今こうやっていろいろじゃらじゃらくっついていますけれど、まあここに、なんだったっけ。まあ、あんまり腕時計しなくなったので、まあ、電波ソーラーの時計を入れておいて、まあ、ちょっとやばくなった時に、ね、時刻確認したり、さて仕方ないはめるかみたいな風になっていたりっていう感じでつけておいて、あとは、ちっちゃなフラッシュライトかな、よいしょ、あ、こんな感じか、みたいなものをとりあえずカラビナでくっつけておくこともできて、しかも放置しておくことができるという感じで、まあハンドル兼ちょっとしたもの、あとは何回くっつけるかもしれないから、そこらで拾った適当な S ビナをとりあえずくっつけておいて、ジャラジャラさせているという感じです。このハンドルは、こっちと一緒で使いやすくて、まあ信頼性高くて、こういうクライミング系のこういう位置についてるハンドルは、やりやすいなと思います。で、まあクライミングバッグにあってなくて、こういうタウンユースの、モディファイされたものとしてあるもので、非常になくちゃ困るようになってしまったのが、この、まあ背面側、背中側にあるこのサイドポケットです。ズバーンと伸びます。そしてまあここにポケットが、あるっていう感じになっているんですが、ここに2種類だけ物を入れるようになってて、それがここにあってほしいって、
次のものを考えるときに思ってしまう原因になってます。最初に傘入れてます。こんな感じで、というわけで、傘はここにあると。そしてそれを出せばいい、しまえばいい、別に中が濡れても困るもの入れてないし、使用前はここにあり、終わったらこいつごと投げ込めばいいという感じで、もうほとんど単独の用途のコンパートメントが、外側の安全な場所に確実にあるということで、これがサイドの何でしたっけ、サイドポケットでこういうふうにスタンって立てるポケットが、バックパックにいろいろついているけれど、あれ結局のところ縦に突っ込んでいると落とす子孫の時にここのループを固定するための、ここに例えば、カラビナなりエスビナをくっつけて、それをくっつけられるようなループみたいなものがこの上部にあるかってない場合がほとんどだし、こういうストラップ系の取り回しが、あるバックパックならそこにエスビナとかつけておいて、こっちにちっちゃいエスビナをつけておき、それで固定しておくことはできるけれど、脱落防止ができないんですよね。これ、サイドポケットに、何でしたっけ、こうやって傘を入れる場合でもそうだし、特にひどいのは、ボトルを入れるときですね。ボトル入れるとボトルにこんなループがついているケースなんてほとんどないわけで、そうなると脱落を止められないということになるので、前屈もできないということになってしまう。あるいは、極端な例を言ってしまうと、軽く滑落しちゃったときにはもうそこに水はないみたいなことになっちゃって、非常に不安要素でしかないということで、サイドポケットというものを僕はあまり使わない感じになっているというわけで、そういう時にここに確実に傘を常備して、さらにぶち込んでおいて、さらにそれがあったかなかったか、外でぐらついているとか、ちょっと手が引っかかるみたいな事態が起こらない形でぶち込んでおけるというのが、すごく楽だということです。で、ここにもう一つ、物を入れていて、それが何かと言います。トイレセットです。よいしょっと。これは、僕、花粉症の季節になると、花粉症じゃないけど、むちゃくちゃ鼻水が出てしまうので、そういう時に、おいしょっと、少し使って減ってしまったこういうトイレットペーパーみたいなのをぐしゃっと潰して、この中に入れて、ジップロックの中に入れて、そしてこれを適当にくるくるってまとめて、今のこの、よいしょっと、ポケットの中にバコーンとぶち込んでいます。このジップロック入れていけば、雨降られまくった後のこいつを投げ込んでも、この中のティッシュペーパー濡れませんし、これくらい分量が、まとまった量あれば、ポケットティッシュなんかあっという間になくなるじゃんくらいみたいな感じで鼻水が出てしまう場合でも、これくらい噛んでも大丈夫だよっていうくらい、遠慮会釈なく鼻が噛めるというわけで、もともとのトイレセットの目的から逸脱するけれど、こういう感じで、使っているケースがほとんどです。ちなみにこの、トイレセットといったのは、こういう形でトイレセットを使っていたからで、トイレセットには他の中身があって、この、お尻を拭くとき、山でお尻を拭くとき、用件が発生したときに、もう一つ用途が出てきて、そうなると、始末ですね。ビフォーアンドアフターになります。最初に、穴を掘らなきゃいけないということで、テント用のペグのアルミの三角形のこういうもので、砂利混じりであろうとザックザックやって、そこはひょろいスコップとかだと、中にある石とかを全然かき出せないので、僕はこれが一番楽です。これでザックザックやってしまって、穴を掘るだけ掘ったら用を足すと。用を足した後は紙を拭くと。しかし、たまたまここにこういうものがありますけれど、この中にある紙で、用を足して紙を拭いたとする。そして、取った穴の中に物があり、その上にこいつがあったとして、これそのままだと地面に残っちゃうので、こいつを着かして、この紙の形状のまま残さずに、一度火で焼いてしまって、ついでに、ボットンしたものを、ちょっと火をかけてみたいなことを、山ではやる必要があり、その時にライターが必要というわけで、それらを全部、まとめて入れといて、これなら例えば、やばい時に、民間の公園みたいな、都市部の公園みたいな、地面がむちゃくちゃ硬いところでも、無理を言えば、なんとか、穴を掘りに行くことはできるかもしれない。少なくとも植え込みみたいなところなら楽勝だと。それやるって言ってるわけじゃないですけれど、それ含めてトイレセットといったら、こういうセットになっている。そのうちもっからいなんところティッシュを、
鼻水いっぱい出てしまう人として、まあ、使っていてこういう感じでロールしてこの中に投げ込んでおけばいいと。もうこの辺りもさっきの傘と同じで、まあ、常備して投げ込んでここに置いておけて、そして始末が全然面倒じゃなくて、日頃こうやってまとめておくことができるということで、まあ大変気楽なので、まあ、このポジションに合ってくれるのがすごく助かるので、他のバックパックでこれに似たものがないかというのを今から探しているっていう、今探しているっていうことになります。まあこの辺りに出てきたので、ついでにちょっとこの辺りについて見えるかな。こんな風にここの縦線デザインじゃなくて一応ループができるようになってます。なのでここに紐を通してこんなクロスができるようにはなっているんですが、僕これあまり使っていなくて、というかここのジッパーを開けるときにその外側にこのループがあるんですよね。ということはこのループを使ってこういうクロスを紐でかけたりして、何かこの外側に物を置いたりしてしまうと、これが使えなくなってしまうので、僕はここは今使ってません。内側にあれば使ったかっていうと、まあそれもそれでわからないんですけれど、少なくともこのポジションでここにループがあっても、僕はちょっとこれを利用することができなかったという感じでした。そして、おいしょっと、まあ他にもまあシティバッグ的な感じのまあオプションがついているもの、そのいくつか分かりませんけれど、よくある背面側に、こういうふうにビーっていうことができるものがあります。まあズッドーンってぶち込める、筒型のものでこういうものがあるというのは、まああのあるのかもしれませんが、まあこれがあるのっていう感じであまり想定しないわけで、でもまあ一応さっきの内側のメインコンパートメントのまあ背面に、例えばノート PC が入りますよとか iPad が入りますよみたいな形で、バックパックのレビューあるいはベンチマークとしてそういうものがいろいろありますが、まあそこそここっちのパッドの厚さがあって、こっちの方には大してないですね。フェルト感しかありません。でもまあ空間があるという感じで、でも PC なんて、ノート PC なんてここにぶち込む習慣持っていないし、でもなんか使えるかなということで、とりあえずこんな感じで、クリアファイルをぶち込んでいて、今ここに本が入ってます。今すぐ読まないけれど読みそうな本、そして用途ができるかもしれないからクリアファイルが複数、一旦読んだけれど、ちょっと出先でまた読むか、ちょっと必要があるかもしれないという感じで、いつの間にか溜まってしまった本が3つ。あと、これは重要なことですけれども、マスクの予備、なんで1つしか残ってないんだ。本来は10個か5、6個いつも入れてるようにしていたんですけれど、何でしたっけ、企画の名前忘れましたけれど、まあそこそこ、N95 かのマスクがここに入っています。しかも複数っていう感じでこっちにぶち込んでおいて、よいしょ、一応まあ防水も兼ねてっていう感じでここに投げ込んでおくことができます。ちなみになんかまあ使っていませんが、まあさっきの PC が入り、さらに iPad が入り、そのコンパートメントが別にある的なアピールのためなのか、こういうふうに薄型のスリットも内側にあるんですが、僕はそういうものは使っていません。というかこれは何だったっけ、まあこういう背面に近いインパクトを受けやすい場所に、あんな薄い板に近いノート PC や、これ奥にはちょっとこのショックアブソーブとか形状保持みたいなの弱すぎる気がするので、まあ大事なものを入れるなら、ノート PC をもうケースに入れた上でさらにこれに入れなきゃダメなような気がします。実際にやったことがないのでよくわかりません。まあでも一応何でしたっけ、まあ日頃使うことのないこの背面場所も、背面のこのスペース、ここに中身を入れちゃったら入れちゃったり、もちろん背面の背負い心地に悪影響があるので、もともとあまり使いたいと思うものはではないんですが、まあ本が溜まってしまって、現在に及んでいるとかいう感じです。そしてまあこれで、まあここが終わりになります。そしてこれ、最初全然使っていなかったし邪魔でしかなかったんだけれど、今では不可欠になってしまったもう一つの不可抗というものがありまして、それが靴になります。靴をぶち込めます。ここかな、こういう感じで見えるようになってるのか、本当に時々画面が見づらくなるので、この側面、おいしょ、こういうところの側面に、ガパッっていうものがあって、こういうふうに中から、おいしょ、靴が出せるようになっています。まあこんな感じか。
まあ、今のところゼロシューズ入れてるんですけれど、まあ、こういう感じで靴を投げ込むことができて、例えばマンサンダル、バラアーチ的なサンダルをこの中に入れておいて、こういう、靴とスニーカーと入れ替えるとかいうことが簡単にできるようになっています。まあ、空間的には、この薄でペラペラのスニーカーでギリギリかなと、ちょっと分厚、厚底系のトレッキングシューズでも、こうやってクロスした時に相当やばくなりそうだな、あるいは入れた時点でこれ自体の空間がいるので、ここの横幅つか高さを相当圧迫するから、実際の実用域は僕はこれが、ギリギリだと、まあ、個人的に考えているんですけれど、まあ、靴が入れられます。しかし日頃、まあ、よっしゃ着替えよう、靴履き替えようと思って出先でこういうことを始めようとすると、まあこれは特性上仕方ありませんね。こういうふうに底の方がこのようになります。こういうふうにまあなってしまうので、これは一番大げさなケースですけれど、もともとこういう、まあ、2枚構造みたいな感じで、分けているので、この円筒の中に膜がある程度の状態で、まあ、その片側の方を突っ込んで空間をこちら側に作っておいた、おいてから、おいしょ、バコーンとやって、バコーンと投げ込んで、そして雑にビーッと、おいしょ、やって、はい、着替え終わりみたいな感じになります。まあ、これがあるのとないのだと、なんだったっけ、ワラアーチ系を使えるか使えないかっていうのの、利便性が雲泥の差になるので、そしてわらち系の場合だと、もう今結構こうやってよいしょ見えやすい状態、作りづらいですけれど、そこそこの分厚さでもってこの容積の中を圧迫してしまうんですけれど、それがわらちについてはあって合左右の両足を入れて、せいぜいあって15ミリくらいになってしまうので、合計でないも同然なのに、ここにサンダルが入っているみたいな状態になってくれて、これはむちゃくちゃ便利です。ただし、まあこれは背負い心地のとも関連しますが、まあちょっとそれでもって背負い心地とか、その時にちょっと、マイナスポイントが出てしまうような感じもありますね。まあ背負い心地の方行ってみましょうか。僕はバックパックも登山も何もかもやったことがないし、専門家でもないのですけれども、まあハーネスですね。結論から言ってしまうと、背面もハーネスもウェイトバランスも悪い意味でのアーバンクラスです。なんでここを雑なことしたんだと、普通のアーバンみたいなものにしてくれたんだということで、まあ不満しかないというのが正直なところです。まあハーネスですね。はい。まあ、これも、実は形状的に、欲しいなというものがいろいろなかったりするんですけれど、まあそれはちょっと後に話すとして、まあ一番最初にこういう事態が発生しています。はい、これ、とりあえず、トラックのホロが破れた時に、それを補修するためにべったり貼って、とりあえずごまかすための簡易補修剤としてのペタックスっていうシールがあるんですが、それをぐるぐる巻きにしてとりあえずごまかしています。何が起きていたかっていうと、ここの、まあ、ハーネスの表面のナイロンがビリビリに裂けて、この芯材に当たるものが露出してしまって、その前後にまあ、それを挟んでいるパッドみたいなものも出てきてしまって、つまるところこの、バックパックで背負う時の重さに負けて、ここがビリッて、この、上下方向に引っ張り結構みたいな発生したものに、生地とか少なくとも表面の生地が耐えられずにバリッと裂けたと、はい、いうことになります。芯材も弱すぎたし、表面も弱すぎたし、さっきも言ったように、フルで例えば10キロの荷物を入れてランニングしたわけでも何でもないんです。
年数使ったとはいえ、コロナのあたりからだからそんなに年数も経っていません。にもかかわらずここだけがやられました。弱すぎると思います。そしてふにゃふにゃすぎると思います。はい、まあ、これは比較対象出しておいた方がいいのでわざわざ出すんですけれど、山に行かなくなってからすっかりご無沙汰になってしまった、これはアクテリクスのクインティック、クインティックかな38ですけれど、よっぽど薄いです。ペラペラです。はい、それでもこの強さはこのアーバンみたいなふにゃふにゃのクッションがついたものとは比べ物になりません。そして体重もしっかり分散してくれて、その位置にハーネスが通っている感じがあって、まあ使いやすかったです。なのでこういう別に薄くても楽な快適な良いハーネスがあるっていうのは分かった後で、こういうなんかアーバンみたいな、アーバン用みたいな、重いものしょうんだからここにクッションあった方がいいでしょ、だからつけてあげるみたいなバカバカしい代物を、しかも形だけの代物で、それで実際に楽になるかっていうとそうでもない、ただふわふわするだけでかえってなんか疲れる場合があるみたいなパターンのこういうものを食らうと、ブラックダイヤモンドなのにということも含めて非常に腹が立ちます。これはアーバンクラスにしたからってここをスポイルしないで欲しかったという感じです。ましてこの程度の負荷、この程度のこんな派手なぶっ壊れ方をしないで欲しかったです。はい、これ修理できないし、まあそもそもここの出てくるところの角度設定とか、まあ存在にただくっつけただけに見えますし、実際に背負っていてこの辺りの空間、これ具体的なこと僕言えませんけれど、ちょうどよくこの出てき方がただ角度を設定しただけに見えていてもしっくり収まって、この背面構造と相まって楽っていうものは確実に存在するんですけれど、そういう感じがないという感じで取ってつけた感があって、ここに若干の腰があるだけで実際の強度すら大したことがなくっていうのは、まあマイナスでした。そしてよくあること、一時期アマゾンで激安のバックパック、しかも結構大きいバックパックが発売されて話題になったことがあり、それを実際にバックパッカーさんかハイカーさんが試されて開口一番にこいつは使えないって言ったその理由として、ここの長さ調整ができない、あるいは勝手に長さが変わってしまうというものがあったんですけれど、それと似ていてこれ長さ調整出先で簡単にできません。これ最悪だと思います。まあこの辺りにあるものだから、ちょっとおいしょしょった手にしてみて、なんで立ってやらないんだろう、まあこういう感じで、ここのところのつまみをくってあげて、そしてここを引っ張ったりすれば動くと思うじゃないですか。まあこれはしょって調整したことある方ならお分かりになると思うんですが、この下の方からくいってあげておいて、ここを引き込めばここが短くなって、ちょっとここがキュッて締まるみたいな感じのことをやろうとしてもできないんです。なぜか動かないんです。こうやって力を入れても動きません。これ何をどうやっていたか、もうまあなのでこの長さ調整をするときはわざわざこんなことをやらなければいけません。こうやってこちらの方から長さを通しみたいなことをやらないとなぜかできないというわけで、これ緩く日頃緩くなってずるーって動かないためにこうしてあるんだよとか言って騙されると思うかバカ野郎っていうくらいバカバカしいです。歩いている最中に普通になんか、あるいは荷物が増えたり、もしくは着ているものの分厚さが変わったりしてここを調整したい場合っていうのは間違いなく生じるのに、その時にここがスルスルって動いたり引いてまた再固定してっていうことができないっていうようなバッグくると、ストラップを使うのバカ野郎という感じでした。まあハーネスの大まかの性能とこのというのはそのくらいにしておいて、まあこの周りにであったら便利だったものが一切なかったみたいな感じのことで、まあこれはクインティックの方を参考にして、まあちょっと文句というか、まあ愚痴を言っておきます。まあとにかくクインティックのこれが気に入ったので他も結局差はないんですけれど、まあこんな感じになっていて、
まず持って、なんだ、スターナムストラップか、胸元の、というものが、無段階の上下スライダー式になってるじゃないですか。あれ僕あまり好きじゃないので、こういう、ループがついた形の段階式でも僕は構わなかった。というか、この、ここのループのところに他のものを通して、こうやって何でしたっけ、ハーネスにくっつける、ポケットとかをバンバンくっつけたりし、いたので、まあ、それができるかできないかっていうのは大きな違いで、それができないこういう無段階ループがハーネスにあるっていうだけでイラッときちゃうんですよね。で、まあ、今のところ、こういうふうに、そこらにあった適当なカラビナで、このループにくっつけちゃって、こういう、ポケットを、入れたり、なんだったっけ、ここは確かスマホ、山行った時に迷いそうな場所パシャって撮るスマホと、その時のレンズクリーナーとかを入れていたような、こういうポーチがあったり、反対側の方には、そうだ、これ、まあ、ナタとかで、ちょっと派手な怪我をしちゃって、以来ここに、ファーストエイドが常駐するようになっちゃったんですけれども、まあ、こういうデカめのポーチがあり、まあ、こんな形でパンパンにしていること自体機能的じゃないし、雨降られたらどうするかっていう感じになるんですけれど、まあ、ここに入れな、ファーストエイドを入れなかった場合でも、例えばアンパンとかぶち込めたり、ちょっとでかい食い物とか、まあ、ちょっとでかいものとか、何でしたっけ。まあ、ニット帽とか、まあ、そこそこでかいもの入れたい放題なので、こういうものが、ハーネスにあると非常に便利だったと。よいしょ。しかし、そういうことが一切できないようになっているというのが、まあ、結構、まあ、イラッときたという感じです。まあ、そういうことができる、まあ、こういうポケットが売り出されているんだから、それらが付けやすいようにしてほしかった。あとは、こういう、ハーネスにくっつけるタイプのポケット類っていうのは、ハーネスの、実際に自分 のに触れる側の方にテープを巻き込んで、そしてくっつける機構になっているものが多いんですけれど、あんなもんあったらこのあたり最悪の場合ミミズバレが生じるんじゃないかっていう思っちゃうタイプなので、まあ、そういうものがなくてもつけられる機構をできるような感じで、ここに何かあってほしいという意味から、ここの無段階スライダー、ここの空間をスポイルされるのが嫌だという感じです。まあ、これは僕の勝手な理屈です。あともう一つ、まあ、この辺の高さかな、見えやすくないですね、非常に見づらいですね。まあ、このカラビナをつけているこういうなんかものがあります。これハイドレーションのパイプを通すためのまあ、ループだと思うんですけど、これがあるとこういうことができます。そしてここにホイッスルがあると何ができるかっていうと、日頃何か歩いてる時にちょっと気配やべえなっていう時に、おいしょっとこれやればいいんですね。おいしょ。まあ、こんな風に歩いていて、あれと思った時に、まずこっちを出しといて、まあ、左か、こっち出しといて、ピーってとりあえず、ホイッスルを吹くことができるという感じで、まあ、多分ハイドレーションホースを通すような、こういうものがあると、まあ、こういうホイッスルができるということで、なぜこれがないのという感じになって、まあ、これも、普通のハーネス類、見てるとちょっと使いづらいなと思っちゃう感じです。あと、これは、アーバンものではほとんどないんですけど、このあたりにこういう調整機構が、ついています。クインティックの場合。これは、基本設定作れば OK で、実際、具体的にどういう用途だったかわからないんですけれど、これが、実際に、ハーネスに実装されているタウン用、のバックパックというのはかなり昔を境にほとんど今絶滅していると思います。で、これがないと家族が、非常に、利便性に差が出てしまうという感じで、これがない時点でなんでタウンってクソなんだって思っちゃっているんですけれど、まあ、これが、これもはしょってるんですよね。本当にアーバン向けって誰のために作られているんだと思います。まあ、こういうポケットがあるいろんな向けの、いろんななんとかマンとか、なんとか馬のためなのかもしれないけれど、なぜここの調整機構もなくてこんなハーネスでっていうことになるので、しょうために作ってんのか本当にっていう感じはしてしまいます。それ思う理由として背面もそれっぽい形をしているんですけれど、まあ背骨、
を回避して、こちらの背面にパッドをつけてっていう感じで、ここそんなにふわふわじゃないんですけれど、まあなんとなくクッション性はある、薄手のちょっと腰の強い低反発みたいな、まあ適当な背面がついています。これはまあ平たく言っちゃえば大したことがないし、大して快適でもありません。はい、まあベンチマークになっちゃってるツインティックだと、これは見えてんのかな。まあ多分説明しづらいんですけれど、まあコン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 っていう感じでそこそこ硬いんですけれど、そしてこれはハイキング用というより、スキー場で地蔵みたいな風に滑る人のためということで、ここのクッション性とか汗抜け性みたいなものをあまり考慮する必要がないということも含めて、こういう感じになっているとはいえ、山で歩くときはこっちの方が絶対に快適です。ふわふわなんていうのよりこっちの方が、少なくともこういう一般的なものよりもはるかに快適です。ということの後で、このよくあるタイプの、まあ、今のに比べればふわふわ系のこういうものをやって楽じゃねえなっていう感じがとてもします。ただとっつけてただけの背面という感じなので、まあ背面も大したことがない、ハーネスも大したことがない、何のためにバックパック作ったんだっていう感じで、この辺りの評価は非常に低いです。しかし他の、今のところ、さっきまで言ったような使い方で、なんかビルドが決まっちゃったので替えがなくて困っているという感じになっています。あと背負い心地について、これを購入する前かした後に、このバックパックについて YouTube でレビューしてくれていた人がいて、その人が注意されていたんですけれど、さっきの靴を置くための、まあこの構造と関連してきて、あと、バックパックで、一般の人が嫌がることって、こうやって自立しないことを嫌がるんですね。家族もそうなんです。自立しないから倒れてしまう、倒れてしまうから使いづらいみたいな発想をする人が結構多いらしくて、そんなせいでこうすりゃいいじゃんとか思うんですけれど、まあそういう人のために、自立しやすいようにするために、ここに分厚い、なんかバンドというかリボンというか、こういうものを側面にこうやって配置しています。これ別の、なんだ、ダッフルバッグみたいなもので、こういうものあったかもしれませんが、まあこれらがあるおかげで、そして側面にこういう、まあこれもまた何か、まあくっつけられるようなにはなっていますが、僕はこれは使っていません。まあちょっと直立しやすくなる的な風に、まあこの今の生地が付加されているおかげで、ちょっと自立しやすくはなっているのですけれど、これ背負うときに、尾てい骨なのか仙骨なのか具体的な場所は分かりませんが、ここにある出っ張り、これが分かりやすいかな。この背面のクッションがなくなった、この下にあるこの分厚い、ナイロンを重ねたこの出っ張りというものが、まあ仙骨なり尾てい骨なり、お尻の真ん中あたりというか、そのあたりに引っかかって非常に不愉快です。これ、このサイドというか中央の感触が目立ったと思って、今慣れちゃったし、そんなに長く歩かないからわからないけれど、ここが引っかかるなんていうのは、こうやって背負ってるのに、このゴツゴツしたものがこのあたりで擦れ続けているんですよね。これはちょっと嫌だなぁと。これで、絶対使うかバカ野郎という人がいても仕方がないくらい、ここはちょっと、確実に問題が発生します。あとはウエストベルトについてなんですけれど、ここにちっちゃいループがあって、ここになんかくるくるっと、ウエストベルト用の細い、パーツみたいなのを、出せば、ウエストベルトをロックすることもできるようにはなっていて、しかしそのパーツ、僕、なんだ、まあ、ちっちゃいジップロックみたいな、ものに投げ込んで、今このカバンのどこかにあるので、まあ日頃は外しちゃっています。そしてそんなに使用ひ、ないと困るっていう感じは持っていません。そして、まあスターナムについて、念のためスターナムは、まあこういう感じに、おいしょ、なっていて、一応ここで この高さ調整、とっさにちょっと変えたいなみたいなことも、まあそんなにすぐに
できるとは考えない方がいいと思います。セットアップしておいた状態で行かないとダメだし、とっさにちょっと、状況変わったからこの辺りの高さを微妙に上下させたいということは、多分でやろうとしない方がいいですね。はい。あ、しかも原因があります。これ一度、スターラム自体取り外せるようになってるんですけど、裏にこうやって切れ込みがここにあります。ということは、ここで外すようになっているんだけれど、見えますか？ここ、ベルトが通っているこのテンションを作っている部分が、なんか円柱というかコーンみたいな形状になってます。これベルトが通っている場所が、水平でなくてちょっと斜めっている状態でこのスターナムのベルトが通っているので、これまともに調整することが、スルーッと通せるはずがないんですよね。このバックルとしてこれを通しているところが水平じゃないんだから、こっちから引っ張った時にここで受けるストレスとこっちの方で発生するストレスが、あべこべっていうか、別方向に働く。でこっちの方向に対して余計なアングルを生じるに決まってるから、ここの調整というのはそのままで、出先でペッペッっていう感じで、とっさにああっていう感じでやることはできないと思います。なんでこんなことしたんだろうと思います。まあ使って日頃使うことしていないので気がつきませんでした。まあそんな感じかな。よいしょ。というわけで、これで、まあ、メインコンパートメントに、その背面側に、トップリッドの下みたいな感じの、メインコンパートメントの中身、トップリッドの中身、なんだったっけ、よいしょっと、このポケット、背面側のポケットの中身と、こっちにくっつけているもの、そして、よいしょ、この辺の B っていうものに、とりあえず入れているものと、そして、靴箱ということと、靴箱ですね。よいしょっと。で、このハーネスと、背面ということで、まあ、大体、思いつくところは、終わったのですけれども、これを、まあ、次世代機を探しているって冒頭に言いましたけれど、探さなきゃいけない理由は、このハーネスがちぎれかけた。っていうこと以外にももう一つあります。まあこのハーネスについてはこういうふうにとりあえず保護をかけておな、おかないと、いずれ衝撃というかインパクトを加わり続けて、元のこの芯材の方がいずれ絶対にブチって切れると思ったから、こういうふうに回しているということになっていて、まあそれも巨大な交換理由なんですけれど、意外とこの生地表面のひび割れみたいなもの、見えているんだろうか、これ。すいません。この辺り見えるかな？他にもいっぱいあるんですけれど、レッドじゃない。よいしょ、よいしょ。まあ、水を弾く的な、コーティングみたいなものが、まあ、折り返しみたいなものを繰り返していって、裂けてしまって、その内側のナイロン生地が露出してしまうみたいな場所がところどころに生じています。ここら辺りは、折り曲げ癖みたいなもので、こういうふうにコーティング辺りの薄いものが破れちゃってるんですけれど、まあ、他にもこの辺りビリビリってちぎれたりしていて、そういう場所が特に、まあ、もうとっくに判明してると思うんですけど、こちらの方で超盛大に発生しています。このコーティングあるいは表面生地の強度、長期耐久性というのはこんなものだったというわけで、こうなると、雨 とりあえずこういう感じになってるから、比較的雨に強いだろうというあたりが一切ブブーということになってしまいます。もともと、このトップリッドあたり止水ジッパーになっていますが、これ自体の雨への耐久性っていうのはとっても低くて、まあそれはこのジッパーの、様子を見れば、まあたくさん隙間があって、たくさん雨が入ってきそうな状況にはなっているので、そしてクライミング系のもので、というか、雨降ってる中で、クライミングする気違いはいないので別に構わないんだけれど、一般的にクライミングのバックパックはそんな、防水性を厳重に重視してはいないという感じに
にはなっている。しかしこれは、まあアバン用とはいえ、雨降られたら中身は濡れるものと、やられたら濡れると考えておいた方がいいみたいなことになっている上に、ちょっと雨に強そうに見えるこういう表生地も、経年劣化あるいはこの程度の用途の使い方というだけで、ちゃんと見えるようにしたい。こういう、この脆さは伝えたい。ここまでバリバリになってしまいます。なので、このバックパックのハーネスの補修に使ったペタックスでもこの辺りに貼れば、とりあえずこの辺りの、見かけ上の、対策にはなるんですけれど、他にもこの側面とかも破れが出てきてしまうというわけで、雨対策として一部だけここにペタックス貼ってもダメで、全部を埋めなきゃいけないということになるし、他の場所もどんどん次々とピリピリ裂けていくというわけで、これ記事としてちょっと立ちが悪いなぁと思います。なのでどうやってもボロボロになっていってしまうのと、それで確実にここから浸水していくという意味で、雨に対する耐性が極めてやべえっていうのと、そんなあっさりやられちゃうようなものを、雨対策のそれっぽいコーティングとして標榜して、こんなものに採用するなよと、アーバン目的であっても、学生さんならこれ切れると思うんですよ。3年も使ってたら、もう絶対にこれ、やられちゃうと思うので、こんなもん使いやがってっていう話になるくらい、これは、びっくりしたし、実際に、トップリット、雨降っていることを分かっているから、そしてこの中に傘が入っていて、傘を差して、ちょっと強めの雨にさ、あの降られた状態で、お家に帰ってきた後で、ここにトップリットを閉めておいて、中に入れておいた本がズタボロに濡れてしまったということが、1度や2度じゃありません。もともとの作りとして、ここのジッパーの、止水ジッパーでない、こちらのジッパーもある程度浸水してしまうということは分かっているけれど、中がバッチリ濡れるよ。だから、さっき、この、メインコンパートメントの中に入れているものは、こういうパッキンバッグと、そしてぼ、あの、もっぱら、なんだったっけ。ボトルだけだって言いましたが、パックインバッグにしておかないと、この中身というものがオーガナイズしていないとずぶ濡れになるということになる。これ自体も完全防水じゃないけれど、これだけで相当防げるものの、オーガナイズしていないとダメだし、さらにこの中で厳重に守りたいものは、さっきみたいな形で、よいしょ、この中で。さらにもう防水パックとしてはっきりしたものに入れておかなければ守れないということで、これは雨には全然強くありません。そして生地もこういう形で経年劣化して、やられていってしまいます。とジッパーの様子ですね。慣れちゃいましたけれど、こんな感じの、ジッパーをとりあえずラフに使っても大丈夫みたいな、こういうことができるための延長エクステンドがあるんですけれど、これが慣れちゃったんですけれど、使いづらかった。最初相当イラついた記憶があります。ねじれちゃうっていうのかな、他のもの、オリンピックの場合だとこういう風になっていて、これは別になんとも思わないですよね。拡大することも今できないので、このままにしちゃいますけれど、この向きと、こうやってエクステンドの部分を持った時に、この時ので、偶発的にこのジッパーの運動が、この同じ動きに対して、ここのエクステンドのおかげで変わるっていうことを、これについてはほとんど意識する必要もない。でもこっちの方では何が起こるかわからないという感じがあります。もともとこういう表面ジッパーの形状のところを回すジッパーを、このバックパックの場合やることが多いということもあるかもしれないけれど、その時でせよ、おいしょってやるときに、もう結局このエクステンドを含めて持つというよりは、このジッパーの出てきているこちら本体をクリップしないとダメみたいな感じで、当てにしなくなったといった方が正しいような気がします。さらにここ、ジッパーの形、
のこの金具の方かな、黒に黒だから、さらに僕のシャツまで黒だから何にも見えませんけれど、ここもちょっと可動域の問題で、まあ、ジッパーが途中でスタックしちゃうみたいなことが起きやすいのか、とにかくここのエクステンドは、あとジッパー関連はあまりやりやすくはないです。念のため見ておくと、老眼ですが、YKK とは書いてあります。はい。まあ、そのくらいだと思います。まあ、まあ、そろそろ終わりますけれど、この記事の問題だけからして、そりゃディスコになるよなという感じでも、まあ、こういうふうに、ビルド固めちゃってしまうと、物をポイポイ投げ込める、マットと本をぶち込める、傘とトイレセットをぶち込めて、予備の本とマスクをこっちに入れておくことができる、靴のことを言いましたっけ、靴が確実に入れられる、わらあちこれがないと話にならない、こいつがあるからこういうこともできる、ダーンという、しかもここの強度が半端ないと、ペラペラのナイロンテープみたいなものと違ってがっちりしている、今もうこれじゃないと、もうイライラして仕方がない。他にもイヤホンを確実に入れることができる場所があるっていう、まあこのセッティングに今のところ慣れてしまっているので、もう少し、まあ、まともな記事っていうとどういうものならいいのかってあまりわからないけれど、少なくともこんなことにならない記事、マックパックみたいな、ああいう記事でいいのか、もっと破れやすくならないのかとか、やっぱりそのあたりが難しいから、こういう形で失敗例が出ちゃったんだとは思いますけれど、まあ、できたら次世代機出てほしいな。このあたりで、お尻が、のあたり、擦れちゃうなんていうクリティカルなものもなんとか解決した上でっていう。そしてこの腐れハーネスをもう少しマシなものに変えておいてくれた状態で、次世代モデルが出てくれたらな、でも無理だろうなという形で。さて、これに似たような、まあ、ビルドができるバックパック。そろそろちょっと後継機揃えなきゃな、こんならしいということで、まあ、気まぐれで始めた、まあ、バックパックレビューらしきものを終わっておきたいと思います。では、以上になります。